こんにちは、いかがお過ごしですか？この人もうめちゃくちゃですね。元アイドル A さんとの交際。昨年、12月離婚。こじるりと共演、そして交際。元アイドルの芸能界引退。その後、こじるりとの交際発覚。でも実は離婚は3月だった。なんだか、わけがわからなくなってきます。12月だなんて俺は、一言も言ってない。なんて言いたげですが、週刊誌で離婚を報じられたのは、知っていたのですから、離婚が、12月と、報じられていたのも知っていたはず。なぜ今まで言わなかったのか、なぜ今言ったのか、こじるりの約束を確定的にするだけではないですか。あくまで交際は、離婚後と、言っているようですが、連絡先の交換は2年も前に済ませているんですよね。こじるりの猛アタックとありますが、初めから鼻にもかけてくれない相手に猛アタックなんてするでしょうか。交際が離婚の前かとかなんて、離婚調停じゃないのですから関係ないんじゃないですか。もう初めからその気満々なのは、明らかですよね。私は、このツイッターは元家族との決別声明だと思います。離婚が3月と打ち明けたのは、話の流れだと思います。彼は、時は戻らない。と、言っています。償いとは、慰謝料や子供の養育費などのことでしょうか？3月離婚だった。キングダム作者の突然の告白に、誰得の声、こじるりと再婚一直線か。タレントの小島瑠璃子、26。交際中の人気漫画、キングダムの作者、原康久氏、45、が、3日、ツイッターを更新。今年、3月に離婚したことを報告した。原氏は、この度は私ごとで読者の皆様、関係者の皆様、お騒がせしてしまい大変申し訳ありませんでした。一部週刊誌にありましたように、私は、今年、3月に離婚いたしました。と発表。続けて、仕事を言い訳に、支えてくれていた元妻ときちんと向き合うことをせず、家族を大切にできませんでした。私の不誠実な行いのせいで、周りの人を傷つけてしまったことを、重く受け止め、深く反省しております。本当に家族に対して不誠実であったことを後悔しております。時は戻りませんが、これからは償いの気持ちを抱いて生きていきます。と記した。原氏は前妻と2006年に結婚。3人の子供をもうけ、子煩悩、と評判だった。当初、原氏と前妻の離婚時期は昨年12月という報道もあったが、今年3月だったことで、がぜん不穏な空気が漂い始めている。小島と、原氏は2018年11月に世界不思議発見で共演し連絡先を交換。小島から猛アタックして今春から交際に発展したという。あくまで離婚が成立した後に小島さんとの交際がスタートしたという言い分ですが、離婚時期が昨年12月と今年3月では印象がだいぶ違う。今回の発表で小島さんとは離婚後すぐに交際を開始したことになる。乗り換え合いと言われても仕方がないですし、小島さんの役立つ疑惑も深まったように感じます。まさに、誰得といった感じの発表でした。とは、ワイドショー関係者。原氏をめぐっては、小島以外に、元アイドル A さんとの資格関係も報じられており、その乱輪ぶりは目に余る。一方で今回の発表は、ある種のけじめをつけた、という見方もある。小島と原氏の交際は、順調そのもの。次なるけじめは、こじるりとの再婚かもしれない？